はスカサバイのタンジュです。5月の7日土曜日ですね。時刻の方15時14分になってます。今日ね、いつものカフェこちらに来る前に、ちょっとチャンタラ別ハウスに顔出してきました。もうね、ぼっち一般観光客なんかはね、ダウスにいらっしゃることができるようになるんじゃないかということでですね、これからね、パラパラとですね、バンベルの中の、安宿ゲストハウスですね、その辺をね中心にご紹介していく動画をね、撮り始めようと思って、まあ一発目はね、チャンタラを行こうと思いました。チャンタラゲストハウスの、室内なんかをご覧ください。どうぞ。はい、この階段1階から上がってきました。そして3階に向かいます。3階がね、一応ね、ここがね、僕は時々、動画撮影をするちゃんたらゲストハウス3階のテラスです。これね、東向きのテラスなんでね、あの辺からね、朝日が上がってきます。で、こちらの部屋、シージェットですね。シーの7号室、こちらの部屋が割とね、人気が高いですね。これはね、シングル、セミダブルだね。セミダブルのベッドが、2つのツインベッドですね。ツインベッドってツインルームか。お、ちゃんとマスコット。そしてね、暗い。ここはね、節電用にね、こういうのはね、最近すごく普及してるんですけどね、部屋出たらエアコン止まっちゃうしね、結構ね、旅行者にとってはね、不便ですね。トイレにホットシャワーマシーン、そしてね、前ね、ジャンタラに泊まってご利用いただいた方はね、あれなんですけど、前なかった洗面台がね、各部屋につきました。まあ、エアコン付き、テレビ付き、これがね、標準の部屋ですね。それでは次行ってみましょう。さっきね、ご紹介したのはここの3階のテラスの中にある部屋ですね、入り口が。で、ここのレセプションがね、の右側、ここにね、駐車場があります。で、次はここですね、この建物の、部屋をご紹介します。はい、これ2号館ですかね、2号館の3階ですね。3階の301号室、こちらに入っていきます。こちらはですね、キングサイズのベッドが
一つの、あ、枕元にねコンセントあるの便利だね。でテレビがあり、これ入り口からね、ここはねテラスついてますでね、まあちゃんとだってね唯一、マウンテンビューの、マウンテンビューっていうか、川のね対岸の景色が楽しめる部屋になってますね。この部屋ね結構人気あるからね、あの常連さんの中にはこの部屋がいいってもご指名の方も多いですね。で、バスルームですね。まあ、こんな感じのね、まあまあ標準的なね安宿のバスルームっていうか、安宿の、お部屋ですね。はい、次はね3号館一番新しいお部屋をご紹介します。はい、ちょうどね301号室、2号館の、まあ、そこですね。でこの階段の脇を通り抜けて駐車場を右手に見て、こちらの部屋ですね。なぜかね555になってますね。ここはでかいね。キングサイズに、シングルベッドか、これ3人、最大3人ですね。ラウジングここに 4,5 人寝ることもあります、宿泊することもありますね。暗いな。まあ、トイレ、ホットシャワーマシン、そして洗面台、まあ、どの部屋もね、部屋のね内容は変わらないです。まあ、エアコンついててテレビはついてる、こんな感じですね。うん、一番ね、静かなのは多分、2号館のね301号室ですね。あそこが一番ね住み心地がいいんじゃないでしょうか。うん、はい、そんな感じですね。最初にあのご紹介した部屋ですね、これが1号館ですね。一番古い建物なんですけども、この1号館そして2個目の部屋、2号館のね301号室、これね両方ともね、10万キップでした。で、10万キップなんで、まあ今のレートでいくとね1100円ぐらいですかね。で、あと最後の、555ですね、555号室、あちらのねちょっとあの広めの部屋、あそこがね15万キップなんで1650円とですかね。一応ね、これはまあ、言い出しなんで、例えば連泊するとかね、そういうところでね、ちゃんとあの神とね交渉すればね、若干ね、ディスカウントできるかもしれません。この辺はね、皆さん直接交渉してみてください。こんな感じでですね、
宿情報なんかもね、これから取っていこうと思ってますので、ご期待ください。あとね、チャンネル登録がまだの方、ぜひ、チャンネル登録ボタンをね、ポチッと、クリックしてください。動画投稿の励みになります。この動画はこの辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございました。